自分に見合ってないことをしてもあれなんだ、自分に見合ってることをするしかないじゃん。自分の強みとかを理解した上で頑張ってやる。だと思うんで、状況によっては終わりますね。時間もったいないし。これ捕まないで発電機回させないで。だろうね。興味もないのやるやつ。それどうやって聞くんでしょう。取れ。あれキャンプしてるだけのやつじゃん。キャンパーじゃん、あの様子。やって他の人の発電機を回させるのなんだよ。ここはこの位置はしつこくしつこくここマークしてるから、このぐらいマークしてんだよ。ずっとここそのあたりミカエラが回せばいいんだよ。焦ることはないんだよ。ここはマークがきついから
本当に好き見てやればいいけど、ここにずーっといるから。周辺をうろうろしてるから。まだね、見返らが回せばいいの。それまで我慢なんだよ、ここは我慢でいいんだよ。カエラが回すまで我慢だ。回すのが目的じゃねえんだ。ここに敵を引きつけることに意味があるんだ。これが戦術とか戦略だ。スーパースタークラスのヒロちゃんの考えだ。あ、まだ勉強しろ。いや、いいかよって言って。あのとこでもなってる。ここっていい。この発電機ダミーで使えばいい。ここ置きになってる。他のところ回せばいいんだ。キャンパーだから糖分が。カエラのところが回るか回らないかな。で、次、はい、最終。まあ、回るか回らない。あ、三代目ヒルちゃんの思いきすごいだろ、秀逸だろ。急がないことだ、焦らないことだ。何回も何回もしつこく来てるから。敵に無駄なことをさせるんだ。勝つために。こう下がります。
挑発にならない。だからよ、何してんだよ、まず何してんだよ。だからモレルは何やってんのか説明しろよ、まずよ。だから余計なことをやんなって言ったじゃん。余計なことをやるなって。勝ちゲーだったからミカエラの発電機が回らないって言ってんじゃん。余計なことするしよ。吊るしてない場合は放置してろ。回らねえことになるし、これで。余計なことをするからこうなるんだっつってんのよ。余計なことをすることがデメリットなんだわ。放置してくれたら放置で、釣ってくれたら助ければいいんだよ。放置は放置キャンプだと思えばいいんだよ。釣らないだけでそこにいるっていう粘着体質だからキャンパーなんだよ。しつこくしつこくここの発電機ずーっと見に来てたけど、疲れるよ。余計なことするやつってもうよ、発電機回してればいいじゃん。もう見捨てて、それ以外何もすることねえじゃん、このゲーム、むしろ。見捨てて発電機回さなきゃダメじゃん、もう。いや、回せねえじゃん、どこに。どうなのかわかんない。どうだったの、発電機。ってのかよ。これが吊るされてた時にこっちの方で回してる人がいたような気がする。やった、もうだから回せっつってんだろ、分かんなくなるから。チャンスタイムに回せっつってんのに回さねえんだから。いや行くなっつってんのもう、だから、行くなっつってんのによ。発電機回せよ。釣ってくれてねえんだからチャンスタイムだろうよ。だからよ、なんでこうなんだろうな。見捨てれば勝ちだろうよ。だから言ってんだろ、無駄なことしねえで発電機回せって。下手なやつらばっかりだもん、発電機回さないやつら。自恐怖症もある中で発電機回さないっていう、前代未聞だよな。放置して一人切り捨てれば発電機回ったのに。早くゲート行けよ。なんでゲート行かねえんだよ、まず。ゲート行けよ、早くよ。
なんでこんなにゲート行ってくれねえやついいんだろう。ゲート行けよ、まずよ。なんでフリーのやつが仕事してくれねえんだよ。いやーもう前代未聞だわ。役立たずすぎてよ。誰一人まともなのがいねえしよ。しかも動くしよ、俺の位置までよ。役立たずって発電機回さねえし。よし、これがエース、これがデッドバイのエース、スーパーエースひろちゃん。よし、これがエースなんだ。正しいことをやってる。発電機を回さない人を切り捨てられない。ゲートも開けない。こんなお荷物プレイヤーを抱えてそれでも勝つ、エースの誇り。本当にひどいデッドバイプレイヤー。これがヒロじゃん。人を切り捨ててゲートを上げるんだよ。なんでゲート上げねえんだよ。なんで俺がいつもこんな感じの、俺だけが唯一エースの働きしてんだよ。ズバ抜けて才能に溢れてんだよ。人を助けるゲームじゃない、通電させて抜けるゲームだ。このゲームは人助けしてるやつが三流なんだわ。超一流ってのは俺みたいなプレイをする、勝つために正しいことをする、どんな苦しい状況でも勝つためにやってる。だからデッドバイのエース、スーパーエース。俺を超えるプレイヤーが増えてほしい。本当に腹が立つほど増えいないよね。